高倉家は、藤原北家、藤原長良の子孫にあたる、十二三義、高倉久敷を外する公家、家族である。公家としての価格は、繁華、家族としての価格は、四尺家。長良の系統は藤原北家の主流から大きく外れ、長き長瀬、1338、1392年の父半県までは六位蔵人を務める地下官人だった。しかし長きは、 衛門堂をもって、五皇金天皇、五縁雄天皇、五小松天皇の三代にわたって仕え、その功により、苦行の仲間入りを果たした。長きのこの生産院三義、高倉栄光以降は、足利将軍家の衛門堂の指導にもあたり、朝廷での夕食古実を山品家にも伝授した。これが衛門堂の高倉流、山品流の始まりである。戦国時代の高倉将は、 室町幕府最後の将軍、足利義明と共に二条城で、織田信長と戦ったが敗北し、信長に投降した。そして後に許されて、聖二位見大納言となり、これがこれ以降の高倉家当主の極寒となる。江戸時代は、代々徳川将軍家の衣装調達や絵門堂の指導にもあたり、江戸滞在の折には、各大名家で、夕食古実や絵門堂の知識を広めていった。 江戸時代の家録は812国。また文家に堀川家、樋口家の両部林家がある。幕末の当主、英雄は、東西軍の北陸道陳部総督を務めた。明治維新後は、長足が死者区に助せられた。高倉家伝来の古文書、転籍、小族などは、有色文化研究所に所蔵されており、同研究所は、伝統保持のための運動を地道に進めている。 高倉家国立歴史民俗博物館の急高給料取調調べ庁データベースより算出した幕末期の高倉家量は以下の通りありがとうございます